僕はイエスと言わない、首を縦に振らない、周りの誰もがうなずいたとしても、僕はイエスと言わない、絶対沈黙しない、最後の最後まで抵抗し続ける、叫びを押し殺す、見えない壁ができてた、ここで同調しなきゃ裏切り者か、仲間からも撃たれると思わなかった、 Oh, oh, 僕は嫌だ、不協和音を僕は恐れたりしない、嫌われたって僕には僕の正義があるんだ、殴ればいいさ、一度妥協したら死んだも同然、支配したいなら僕を倒してから行けよ、君はイエスと言うのか、愚問に下るのか、理不尽なこととわかっているだろう、君はイエスと言うのか、プライドさえも捨てるか、反応することに何を怯えるんだ、大きなその力でねじ伏せられた怒りよ、見て見ぬふりしなきゃ仲間外れか、真実の声も届くって信じていたよ、僕は嫌だ、不協和音で既成概念を壊せ、みんな揃って同じ意見だけではおかしいだろう、意思を貫け、ここで主張を曲げたら生きてる価値ない、欺きたいなら僕も摩擦してから行け、調和だけじゃ危険だ、まさか自由はいけないことか、人はそれぞれバラバラだ、何か満たすことで気づくもっと新しい世界、嫌だ、不協和音で既成概念を壊せ、みんな揃って同じ意見だけではおかしいだろう、意思を貫け、ここで主張を曲げたら生きてる価値ない、欺きたいなら僕も摩擦してから行け、嫌われたって僕には僕の正義があるんだ、殴ればいいさ、一度妥協したら死んだも同然、支配したいなら僕を倒してから行けよ、ディスコードディスコードイエーディスコード、ありがとうございました。欅坂46さんの不協和音でした。